楽天周期キャンプ2日目の31日、午前練習が異例の非公開で行われた。ミキと死神監督47は、新しいチャレンジをすることも大事だけど、土台や基礎を連続でやることも大事と、外部の目をシャットアウトして基礎練習を繰り返したとみられる。練習中にはドジャース世界一のニュースも飛び込んできた。 日本ハムコーチ時代の13年に、プロ1年目の大谷翔平とシーズンを過ごした間柄、本当に素晴らしいの一言、僕たちも活躍を見ながら感激と感謝、いろんなものを与えてもらっていると称えた。大谷のように、楽天若手選手たちの今後の成長も後押ししていく。きっかけを作れるかどうかは本人も大事だけど、首脳陣に、 可能性を広げていく、気づかせてあげる役割はあるとサポートは惜しまない。一方で、チャンスをつかみに来てほしいと積極性の重要性も説いた。